鳥山石燕ガト百鬼夜行より、カラム州に、沢木隆氏の百回図鑑より、ワウワウは、ワウ、化け物の回より、米、ブリガムヤング大学附属ハルドビーリー図書館、エルトムペリー特別文庫所像、ハリーカイブルーニングコレクション、カラム州には、鳥山石燕のガト百鬼夜行で描かれている日本の妖怪、口が耳まで裂けた貴女のような顔をした妖怪で、 全身がけに覆われている。石炎による解説文はなく、どのような妖怪であるかは不明である。カラムシウニのカラムシとは、植物のカラムシあるいはカラムシや朝の繊維から作られた糸を束ねた房を意味しており、この妖怪の髪や体毛が積み上げたカラムシを連想させることから、石炎がカラムシウニと名付けたと言われる。江戸時代の妖怪絵巻の一つである、百回図鑑には、 ワウワウの名で描かれており、江戸時代の妖怪絵巻では、大体がそれが名称として用いられているが、これらの例も、絵のみで、具体的な性質などがあるとは知られていない。石炎よりも後の時代に描かれた、百鬼夜行絵巻に、ウワンウワンの名で描かれている例もあり、カラム州には先行する絵巻の図を参考に、石炎が描いた妖怪であると考えられる。 カラムシウニについては内容を示した記録や言い伝えが明確に存在していないため、現段階ではどのような糸で描かれた妖怪であるかははっきりしないが、平成以降は前述のカラムシと山バの関連性の高い昔話があることからの推測として、各地に伝承されている糸紡ぎを手伝った山バ、などを取り込んでカラムシウニという名称が付けられたのではないかとも考えられており、 カラムシュウニを山バの一種と解説する図鑑や書籍も存在する。山バがカラムシから糸を紡ぐ作業をする昔話は各地にあるが例として越後国に宿引き軍小滝村のものを挙げる。女たちが集まり朝でカラムシを産んでいると山バが現れ俺も産んでやると言って手伝いを始めた。山卯は朝を噛んでは糸を引き出し人間には考えられない速さで 大量のカラムシを生んでみせた。手伝いを終えた山坊は家を出た。女たちが後を追ってみたが、姿は忽然と消えていた。山坊との関連性を持たせた考察が増える以前は、山間の谷川で水を飲みにやってきた人を襲って、食べると解説されていた。これは、石炎の描いた絵からの連想によると言える。ありがとうございます。